4200R は、イスズ自動車が1989年に発表したコンセプトカーである。1989年の東京モーターショーにて発表。伝統的なヨーロピアンテイストのスポーツ性能とイメージの確立を目指し、イスズ製長用車の個性化と差別化を表現するイメージリーダーとして出品された。社名は搭載するエンジンの排気量が4200。 CC であることに由来し、イスズのフラッグシップであることを示す R の文字が付加されている。エクステリアは、当時イスズ自動車ヨーロッパスタジオで、チーフデザイナーの職にあった中村史郎を、はじめ、同じく GM 参加にあったロータスカーズに縁のあるデザイナーら数名が担当。イスズが、ピアッツァ以来一貫して追求してきた、カプセルフォルムの集大成となる。 ダイナミックで優雅な先進的スタイルを目指した。インテリア面では、ミッドシップレイアウトながらも大人二人と子供二人が乗車でき、長距離ツーリングが可能な実用性を確保している。運転席には、カーナビゲーションシステム、ビデオデッキ、ハイグレードカーオーディオシステム、ファクシュミリを搭載。ハイテク機器をスポーティーなイメージで包んだ、ハイタッチなインテリアを実現している。エンジンは、 新開発の4 2リットル v 8エンジンを搭載。サスペンションにはロータスと共同開発したアクティブサスペンションを採用している。当時のイスズ自動車は SUV メーカーに舵を切りつつあり、1993年には乗用車の自社生産から撤退を発表。この波乱を受けて 4200R は役割を失い、そのまま解体処分された。レースゲーム グランツーリースモシリーズのプロデューサーを務める山内和則は2009年にアメリカで行われたヒストリックカーイベントペブルビーチコンクールデレガンスの審査員席で 4200R のデザインを担当した中村と対面した。自身も 4200R を目撃していた山内は 4200R をグランツーリースモシリーズに収録することを決定し、 中村本人による監修の下で制作が行われた。以上のような経緯を経て完成したモデルは2010年発売のグランツーリスモ5及びその自作グランツーリスモ6に収録されている。ありがとうございます。